これでオープニングトークをリレートークを終わりていきたいと思います。ありがとうございました。それでは皆さんに、もう一つお願いです。まだ席が空いているところがあります。後ろの方がかなりいっぱいになってきてしまって、このままだと、閉門しなきゃいけなくなってしまうので、ぜひ詰め合って空いているところは手を挙げて、ぜひ座ってください。前の方に詰めてください。ご協力をよろしくお願いします。かなり後ろで立っている方が多くなってきました。ぜひ前の方に詰めて 手を挙げていらっしゃるところに、座ってください。お願いします。それではちょっと寒くなってきましたので、皆さん、はい、ですね、こちらの階段は、ちょっと消防法のことで、立たないでもらいたいということなので、こちらの、階段に立たれている方はぜひこちらの席の方に、移られてください。よろしくお願いします。それでは少し寒くなってきましたので、コールをしていきたいと思います。お持ちのプラカードを上げて、コールを一緒に元気よく行っていきましょう。雨が止みました。次は阿部を止めさせましょう。それでは、戦争法は今すぐ廃止。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 戦争法の施行反対。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 戦争法の発動を止めよう。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 戦争する国絶対反対。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 憲法破壊絶対反対。憲法破壊絶対反対。みんなの力で改憲止めよう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 。安倍政権の暴走止めよう。安倍政権の暴走止めよう。安倍内閣は直ちに退陣。安倍内閣は直ちに退陣。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 戦争法は今すぐ廃止。戦争法は今すぐ廃止。ありがとうございます。また後ほどコールを行います。それではただいまより戦争法廃止、安倍政権の暴走を許さない 3.19 総がかり日比谷大集会を開会します。本日の司会を務めさせていただきます、球場小松菜の菱山菜穂子です。よろしくお願いします。それでは開会挨拶を正義委員会から福山慎吾さんです。お願いします。ただいまご紹介をいただきました正義委員会の福山であります。総がかり行動実行委員会を代表してご挨拶をさせていただきます。雨の足元の悪い中ご結集をいただきました。本当にありがとうございます。今のコールを聞いてました。皆様の安倍内閣に対する怒りが会場全体を覆っています。頑張り続けましょう。
県の暴走はまだ止まっていません。戦争法案は米軍の軍事戦略に沿って立憲主義憲法を破壊をして日本を戦争する国にすることです。こんな法案絶対許せません。安倍政権の暴走はご案内のように戦争法案だけではありません。沖縄の辺野古に軍事基地をの建設を強行しています。また原発再稼働も強行しています。皆さんもご案内のように今春闘が戦われています。しかし勤労者の 38% は非正規だと言われています。そしてまた所得が200万以下の勤労者は1200万人を超えたとも言われています。子どもの6人に1人が貧困所帯だと言われています。実質賃金も下がり続けてます。また安倍政権の中心から汚職や腐敗が出てきております。我々はこんな安倍政権許せるのか。絶対許せない。そうでしょう。私たちは2015年の戦いで多くのことを学びました。その中心に学んだことは市民が、若者が、ママの会が、また学者が、市民団体が、平和団体が、護憲団体が、労働団体が、野党が連帯して戦えば安倍政権を揺さぶることができる。安倍政権を追い詰めることができる。このことを私たちは学んだと思います。2016年、私たちは2015年の戦いを踏まえて取り組みを強めたいというふうに思います。2つあります。1つは市民運動で安倍政権を包囲することです。そしてもう1つは参議院選挙や衆議院選挙で野党に勝利をさせることです。この2つが私たちの取り組みの中心になると思います。1つ目の戦いであります。私たち総掛かり行動実行委員会は2000万人署名に取り組んでいます。今こちらのところに500万東京で集約したと報告が掲示をしています。それは東京での集約ですから、全県全国でやってますから実態はもっと多いと思います。2000万集めることを目指して引き続き頑張りましょう。それと毎月19日に集会を開催しています。そして毎月の第3火曜日には街頭宣伝活動も取り組んでいます。この15日の街頭宣伝活動では東京だけで138の駅頭で街宣活動を行いました。皆さん方が、多くの方々が参加をしてくれてると思います。また今日は大阪で200カ所を超える駅で街宣活動が行われています。ぜひ私たちはこうした戦いもやりたいと思います。そして5月の3日そして6月の上旬に去年を上回る大集会を計画をしております。ぜひご結集をお願いをしたいと思います。大集会を行って安倍政権を包囲をして安倍政権に大打撃を与えたいと思います。2つ目の選挙闘争ですが、7月に参議院選挙があります。同時選挙もあるというような情報も流れています。私たちにとって
はっきりしていることが一つだけあります。それは何か。我々は野党がバラバラになって戦えば自民党公明党に勝てないということです。自民党と公明党に勝つには野党が連携をして連帯をして我々が支えて頑張ることだということです。2月の19日に野党5党の党首会談が行われました。その中で安保法制の廃止、安倍自公政権打倒、国政選挙でできる限りの協力をする、こういう合意ができました。これで参議院選挙で安倍自公政権が3分の2を獲得することを阻止する、そして過半数割れに彼らを追い込む、こういう展望が確実にできたと思います。あとは我々がどう戦うかだと思います。皆さんも見たと思いますが、3月の7日のあのですよ、あの読売の世論調査の結果が出ています。その世論調査の結果を若干紹介して終わりにしたいと思いますが、安保法制を決めたことについて評価するか、評価するが 38%、 しないが 47% です。そして参議院選挙で自公政権が過半数が良いと思うか、思うが 43% です。思わないが 45% なんです。野党が候補者を統一するのが良いか、これは良いというのが 45%、 思わないが 41% です。憲法改正を評価するか評価しないが 52%、 評価するが 37% です。そして面白いことに、景気回復を実感しているか、実感している人たちは 15%、 してないが 78% なんです。これが世論です。野党に頑張ってもらいましょう。私たちも戦う野党を全面的に支援しましょう。最後でありますけれども、私たちの武器は連帯をすること、支え合うこと、結び合うことです。日本の平和と民主主義、これをかけてこの今から戦い抜きましょう。共に頑張りましょう。簡単ですが最初の挨拶に変えさせていただきます。共に頑張りましょう。皆さん街中にどんどん出て署名を最後の最後まで頑張りましょう。それではお忙しい中、国会議員の皆さんがお越しになっております。民主党の枝野幸男幹事長です。お願いします。皆さんこんにちは。たくさんの皆さんがこうして集まられたことを心強く思います。おそらく幅広い市民の皆さんの前で民主党の枝野でございますとご挨拶するのは今日が最後だと思います。まもなく民進党の枝野幸男でございます。あの採決とは言えないような採決から半年、国民